M トーナメントはトップ、初戦トップ取れたね。2回連続初戦トップ取れてるのはでかい。次はベスト16です。勝つぞー。この調子で勝つぞー。え、元気ですね。トーナメント通過目で最後の役入る部、かっこいい。ありがとうございます。ナイスパレードボース。やっぱ恥ずかしげも泣ける、恥ずかしげもなく泣けるのがね、かっこよかったでしょう。ありがとう。あ、キルゴさん、こんなんばエブリーグ2回戦突破おめでとうございます。近藤さんの本質を押し切って4セット痺れました。後付け初上がり、特にかっこよくなかったら、ナイスパレードボース。特にかっこよくなかったか。まあでもね、押し切って4セット上がった、気持ちよかった。ありがとうございます。ナイスパレードボース。 M トーナメント次も勝つぜ。ヒラスさん解説うまかったよね。本人はちょっとへこんでたけど、ね、もう解説をやらないって言って、よかったのにね。M トーナメント髪型気になって内容が入ってきます。そんなにか？言いすぎ言いすぎ。いや、ひなつさんにかっこいいって言われた曲の満足の本質って言われたからさ、おお、かっこいいって言われたかと思って振り返ってたらさ、水原さんが単野尾赤虎のテンパイで僕のリーチに押しただけでかっこいいって言ってて、もう口癖なんだなと思ったね。あすでさ、こんなまでセブトラ2回戦突破、準々決勝、どのような組み合わせになるか気になりますね。ナイスパレードは、そうですね。まあ、絶対、アベマズが1人いて、で、まあ、あと3人、あと2人か、僕合わせてあと2人誰でしょうっていう感じですね。楽しみですね。はい。楽しみ。そして、僕ね、木曜日、金曜日、どっちか忘れたけど、解説なんですよね。M トーナメント。だから、負けて解説行かなくてよかったね。勝っていけて嬉しいね。勝っていけたことが何よりも幸せ。OKP さん、こんなんば、M トーナメント控え室、どんな会話されてるんでしょうか。気になって眠くなってきたので教えてください。ナイバレスされます。控え室ではね、萩原さんとね、近藤さんと一緒に、1回戦目の卓見ながら、ああでもない、こうでもない言いながら話しました。ああ、河野さん、跳ね番条件できてきたーとか、山口さんリーチ行ったーとか、坂本さん打ったーとか、いろいろやってましたね。はい、藤原さん、M トーナメント勝ち上がおめでとうございます。2戦目の待機室待っていた壁を持って、トップラス5番7000のやつをビリビリ思い出して、98%、うわーの壁を超える麻雀芸人。発揮するんじゃないかとドキドキしては、次を直せ。ありがとうございます。ナイスパレードボース。絶対に僕のトップは98%は絶対になかったから、通過率。普通に怖かったけどね、ドキドキしたけど通過できてよかったです。次も頑張ります。ありがとう。トップで通過率98%は絶対にないね。ナイモンさん、渋川さんって有名な人と一緒に出演したらサインとかもらうんですか。ナイマルスありがとうございます。いや、もらわないかな、あんまり。サインくださいとはあんまり言わないタイプですね、私は。わしもさ、昨日はナイストップでした。新監督大親友、メンハイの素晴らしいインタビューからの応答は緊張しましたか。次もトップ取り先生期待してます。ナイバルされます。ね。みんなインタビューうますぎるし、雰囲気もね、あれだった。朝香音さん、みこつさん、ソーラさん、よろしくお願いします。雰囲気も柔らかかったし。まあでも、あんまり緊張しなかったかな。あんな感じでした。次回も頑張ります。ありがとうございます。めっちゃお疲れですね、渋監督。そりゃそうでしょ。それはそう。疲れた。長い、長い、長い、なんか、長期戦を頑張っこんなに時間かかると思わなかったわ。17曲あったらしいですだって、2発目全然終わんないんだもん。いやー、なんかピンチになったりしたし。大変だ。いや、でも疲れたけど、勝てばね。噂によると10回ぐらい上がったらしい。やば。あ、今日確かにめちゃくちゃ上がったかもしれない。えぐい。それはすごい。2回で10回ぐらい上がってるわ。えぐいなー。おそりゃ通過するわな、さすがに。ー。それはもう調子が、それで通過調子しが良なすかっぎたらる。なんでってなる。100万宝珠とか。からの100万安すぎるみほうたいな、全部。渋監督に優勝してほしいなー。今、ベスト16まで行きました。いいおお、素晴らしわーお。い。もうちょっと、優勝までもうちょっと。ワクワク。監督優勝したら鼻が高いな。嬉しい。チャンネル登録、メンバーシップできれば高評価もよろしくお願いします。お願いで。チャンネル登録はね、10万人行きたいんで、頑張りたいんで、ぜひぜひ皆さん、ポチポチ登録してください。6万9144人。今はどうなんだ？あって69,144人。頼むぜ、みんな。みんなの登録が僕の力になる。